レオン師匠の不活リボリー。レオンさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日のお題はですね、レオン師匠が今まで手掛けたプロダクトについてのご質問をいただいたので、そちらについてお願いします。レオン師匠がブリーデン時代に発表されたブラック三兄弟を未だに愛用しています。当時のライトゲームロッドにはなかったテイストを持ったあのロッドたちの開発秘話や、また現在のロッド作りに対する理念などを改めて語っていただけないでしょうかという熱いメッセージをいただきまして、ぜひそれをお願いできればと。わかりました。じゃあまず真っ先に、お話ししておきたいことがあるんですけど、ブリーデンさんでブラック三兄弟と呼ばれる68ストレンジ、74エレクトロ、83ディープに、はい、監修して携わった時には、僕は決して竿作りのプロじゃないんですよ。ただ、全く経験がないかって言われりゃあったんです。それはね、もう随分遡ってね、僕が20代後半の頃に、所属してた。まずね、もっと前なんだよね、実は。17歳の時に、釣りクラブに入ったの、初めて。全日本サーフという組織があります。ね、全国の支部がある。これがね、僕が16、17の時に、できたクラブで、17か18の時に僕、そこへ加入しました。で、10年くらい、その全日本サーフで、いろいろな釣りをするんですけど、その時に、やっぱりそこの会長とか先輩たちがね、竿作りに携わってますね。つまりね、何を言ってるかっつったら、釣り竿って、釣り竿の工場が作ってるんじゃないんですよ。変な言い方すると。やっぱり釣り人が作ってんの。なるほど。で、釣り人が考えた竿を、技術屋さんである工場が、釣り人が考えた通りに竿を作るっていう工程なわけね。ちょっと言い方変えるよ。もっとわかりやすく。はい。大阪城は誰が建てた？大阪城は豊臣秀吉ですか？大工さんじゃないよね。そうですね。ははは、確かに。この関係性が分かってない方がちょっと多いので、あえてこんな言い方してます。なるほど。素晴らしい設備と素晴らしい技術をあったファクトリー、つまり工場があります。ここだけじゃ釣り竿ってできないんです。片やに、こういうものが欲しいという明確なビジョンと意思を持った、その道のスペシャリスト。豊臣秀吉だったら、戦のスペシャリストだよね。織田信長の下について、いくつも経験してきてるわけじゃない？はい。城を攻めて落としたり、攻め落とされる状況を目の当たりに してきたり、で、その果てに自分が、ボスになったときに、よし、じゃあこんな城建てようっていうのはもう経験値踏まえて、もうこういう築城をすれば敵に攻められても大丈夫だっていう、なんて言うんだろうな。アイデアがいくつも湧いてきて、こういうふうにやっていくわけね。忍者返しとかさ。大昔の城、忍者返しなんかないんだよね、石垣に。でも経験が反映されてるってことですよね。そう。だから、めちゃくちゃ優秀な大工さん使ってるわけさ。でも大工さんじゃ分かんないで、戦したことがないのに。なるほど、確かに。これがね、釣りに置き換えたらそのままさ。で、釣りは、ジャンルがいっぱいあるわけ。野球とかゴルフと違って。もう恐ろしく違うんだよね。長さから。だから、何から何まで。そう。まあ、もう極端な話するよ。だから、棚子釣りの竿って、足とかヨシとか、草の茎で作った竿で釣るんだからね。で、片や今はマグロを釣る竿とかあるよね。はい。全く別なもん、もう両極端に言っちゃってるけども、全く別物さ。ジャンルと
商業、対商業によってもう全然別物。なので、そのジャンルの、まあ、オーソリティとかスペシャリストとか名人とか、まあ、自分のこと名人だと思ってなかったかね、当時ね。そこ勘弁してよ、皆さん。聞き違えないように。ただ、僕が長らくメバル釣りしてきてたのは間違いない。これが一つ。だけど僕は竿をどうやって作るのか、仕組みなんか知らないから、当時は全然。知らなかったんだけど、質問者さんがおっしゃってる、なぜ、ブラック三兄弟があんな風に出て、それが結局今ではライトゲームロットの一つの、なんだろうな、出発点になってるところがあるよね。それは何かというと、83ディープはチューブラだったんだけど、68ストレンジと74エレクトロっていうのは、ソリッドティップなんだよね。チューブラーブランクにソリッドティップをつないだわけね。で、あれは確かにそのソルトのライトゲームの世界には、あの時点ではほとんどなかったやり方だった。それが今じゃ、まあ、ごくごく当たり前になっちゃってる。そこが、なんだろうな、僕が時代性とともに、そのポジションにいたというラッキーさなんだよね、あれやらせてもらったっていうのは。で、あの時点で僕結構のお年でしたから。今でも結構お年なんですけど。あと、ブリーデンさんに入った20年前でも結構なお年ですよ。ね。50半ばです。50前半か。なので、経験値が、まず、その業種に対する経験値が随分長かったということ。メバルを、もうあの段階で30年以上釣り続けてたからね。一番得意な魚種、一番理解できてる魚種がまずメバルだったよね、僕の場合はね。じゃあなぜ、ソルトのライトゲームのルアーロットにソリッドティップを持ち込んだかっつったら、ここがね、僕の経歴が長いのと、そもそもメバル釣りを、最初にルアーで釣ったのが、グラスロットの渓流用のロットなのね。5フィートぐらいの。渓流用のスピナーとスプーンを海に持ち込んでいって投げてたら、カサゴやメバルが釣れたっていうのが最初なわけさ。で、その後、木原名人というね、瀬戸内の釣り仙人と呼ばれてた木原名人と知り合って、木原名人の釣り会である広島サウゼルクラブに、修行させてもらおうと思って入会したわけ。このクラブはね、リールつけちゃダメなクラブだったね。伸び竿。そう、もうすでにリールがついたタックル全盛期の時代だからね。投げ釣りでも磯釣りでも。そんな中で、延べ竿しか使っちゃダメというね、非常にこう、古い、かつ純粋なクラブだったのね。いいですね。で、面白いなと思って、理念が素晴らしいなと思って入会しました。だから、そこから僕は10年間、延べ竿修行をするわけです。で、延べ竿なのに、ね、ナイロン糸のメバル釣るときは1号、キジハタ釣るときで3号、リールありません、ドラグ使えません。で、大きな根魚や、まあ、尺メバルとも対決することになるわけです。そこで得た知識や感覚がまず一つある。そこがベースにあるんですね。ベースにある。グラスの渓流用のルアーロットと延べ竿でやったらどうなるかっていう、まず経験値があるよね。で、延べ竿でメバルを釣るときは、当時はメバル竿なんかないわけだ、最初は。そもそもそうですよね。僕が入会してね、3年経ったぐらいあたりに、うちの師匠に、日清さんとか大和さんから、瀬戸内用のメバル専用の延べ竿を監修してくださいみたいな話があったんだと思う。あったんだと思うというか、あったんだよ。そこで僕もこの開発に携わらせてもらってたのね。
お手伝いだよね。ちょっとしたね、簡単な。メバル用のノブザオがなくって、何で釣ってたかっつったら、渓流用のヤマメを釣るためのノブザオはあったわけ。当然。で、これをメモってて釣ってた。で、キジハタ釣れるよねってなって、じゃあライン太くしてキジハタ釣りましょうっつったら、渓流用の竿だと折れるんだよ。パキって。じゃあ折れないカーボンロッドって何よっつったら、ヘラブナ用の高長、高校長とか高難長とか難長とか、こう硬さがこういろいろあるわけ。それの一番肉厚が高校長って言うんだけど、硬い硬い調子って書くんだけどね。それで、キジハタ釣ろうとすると、ティップ部分が細すぎるのよ。やっぱりヘラブナ用なんで、なんだかんだ言ったって。練り餌のあたりを取る。あ、そうなんです。じゃあ僕が何したかっつったら、キジハタ釣りやすいようにトップを落とす。詰めちゃって。詰めて、そこに、また穂先、リリアン穂先、自分で加工してつけて。こういうことやってたんだよ。で、そこからずーっと時は過ぎていって、ルアーでどんどんメバル釣りが楽しくなっていく中で、どうもね、ヤマメを釣る渓流用のグラスロッドじゃ、なんかうまいくいかないんだよ、メバル釣りが。で、なぜかって言ったらね、その頃には、師匠のアドバイスもあって、バケっていうのがあるの。ビニールの今でいうワームみたいなもんだな。サビキの先っぽみたいなやつ。とか、ビニールで作ってあるエビとか。それに、メバル針をちょんがけして、で、メバル針の地元にガン玉打ってさ。ジグヘッド化するわけですね。そう、ジグヘッドか。だってそんな発想すぐ出るのよ。だって落とし込み師はそうやってるんだから。そうですね。地元にガン玉打って。そう、もう50年も前から落とし込み師はやってるわけですよ、地元にガンガン打って。だから、ここへ重り打てば、自分が好きなウエイト打てば、渓流ロッドでピュッと投げてやれるじゃん。で、やっていくとね、どんどん軽いの使いたくなってくるわけ。そうすると、渓流用のグラスロッドじゃ、いろいろ物足りないのよ。感度悪いし。じゃあ何したかっつったら、チーヌイカダロッド。あ、団子釣りなんだよね。イカダの上から、団子餌作って、そこは針埋めて、下へ下ろして、で、団子がボヨボヨと溶けた時に、こう、チーヌだのなんだのが食べに来て、こう、曲がった先でパシッとこうかける竿があるんだけど、それ使えそうだなと思って買ったけど、これもティップが細すぎるし、曲がりすぎるんで、適当なとこでカット。それからあと、カワハギ竿。これもリールのついたものが発売、その頃からされるようになった。それも、先が曲がりすぎるってカットして、自分が思う調子に合わせて、自分専用のメバル竿を作ってた。そうやって。いろんな竿のティップを切ってやってたわけですね。だって竿ごと作る能力ないじゃん。作り方わかんねえし。もう市販カットしてやるぐらいのことだよね。そんな経験がずっとあったのよ。で、そんな、そうこうしてるうちにまた10年、15年が過ぎた頃に、メバルロッドなるものが世の中、業界から出てきたのね。で、シマノさんだったり、オフトさんだったりね。で、そういうふうにこう、市販の竿をね、いろいろ買って使って中で、ブリーデンさんにお声掛けいただいて、で、竿をお任せたいって言われた時にはね、正直ね、ちょっとね、背筋泡立ってね、あと、よっしゃーいう感じになった。それは何かというと、いろんな竿があったけど、もう僕の中に明確に自分が欲しい竿のビジョンがあったわけ。ああしたい、こうしたい。で、それは何かというとね、ルアーロッドに、まあ今でいうジグヘッド、軽いものを結んで投げて、それが潮に流されてるのか流されてないのかとか、
投げた先に、例えば、藻が生えてて、その藻の上に乗っかってるのが分かんないことがあるのよ。そう、当時のルアーロットはね、そんな感じでした。なぜなら、やっぱりそのルアーロットって、日本に入ってきたルアーロットのもう99.9%ぐらいがバスロットなわけよ。なるほど。もしくはトラウトロットなのよ。この2つぐらいしかないの、昔は。で、メバルで、なんで、そのバスロットを使ってる人も多かったし、バスロットがない時代にはトラウトロットを使ってたからね。で、延べ竿も十何年経験した僕から言わせると、軽いものを投げた時にあまりにもその操作性がないわけ。操作性ないというかな、ルアーやリグの存在があまりにもわからなかったのよ。なるほど。それからまあそこまで、ボトムまで2グラムとか1グラム沈めました。そこからメバルやカサゴに気づかせるためにふわっとリフト入れて、そこからこうテンションボール、カーブボール、まあ延べ竿のテクでいうところの探りに行くわけ。こう探りに行った時のこの自分がリグをどれだけ動かせたかという感覚が手に来るか来ないかだよね。そこを求めた時に、これはチューブラーティップトップじゃダメなんだって、当時はすぐ分かったと思った。でね、そのファーストプロトが上がってきて、ここが面白かったね。エレクトロもストレンジも、まあストレンジの方がちょっと細作りにしてあるんだけどね、どっちもね、めちゃくちゃね、そそる竿なんだよね。いい竿なの、ある意味で。でも僕が思ってる竿じゃなかったね。これはね、一番大きいのはね、高弾性のパッツンロッドだったの、チューブラーの。で、これだと、まあ、僕がブリデンさんお世話になって、なんで僕が呼ばれたかって言ったら、メバリングで呼ばれてるわけさ。だから僕は、メバリングの伝道者として、その、ブリデンさんに貢献しなくちゃいけないし、それよりもっと大きいのは、今からメバリングをしたいなと思う人に、思ってる人たちにね、喜んでほしいわけじゃない。楽しいメバリングしてほしいわけだ。その時に、どういう竿が一番釣りやすいかって考えた時に、ルアーロッドじゃねえ。軽いもので、キャストする、投げた先の水面だろうが、そこだろうが、その操作感があまりにもやられないわけよ。で、これはいい竿なんだけど、思ってるものと違うよね。こういう竿もあってもいいけど、最初に出す竿じゃないよね。どうしたらいいんだろうってなった時に、延べ竿でできることが、なぜルアーロットにできないんだって、その時僕まだ知識が薄いからさ、竿の。なんでだろうと考えてた、はっと気がついたのが、延べ竿のチップってソリッドだよ、全部。なるほど。そこに気がついて、で、まあ、知識がないからさ、僕も、ブリデネ社長に聞いたのよ。この細さにできませんかって穂先をって。そしたらできないって言われたのよ。おお。で、だって延べ竿の穂先こんな細いですよって言ったら、賀来さんそれ、ソリッドだから。こっちはチューブラだからって言われて、あーってなったよ。その違いかと。いや、そんな単純なことすら、なんだろうな、あんまり僕の中にはなかったわけ、その時代ではね。でも、見事にその感覚は当たったのよ。なるほど。じゃあ、これ、ソリッド穂先をジョイントしてつないで、穂先をソリッドにすりゃいいですよねって社長が言われて、ああ、ぜひそれでお願いしますっつって、プロと2、3とこう重ねて出来上がったのがストレンジとエレクトロ。つまり、ハードソリッド搭載の、ソルトのライトゲームロットの、が初めて世に出た。初めてなのかな？そこがちょっとね、正直定かじゃないです。あの当時、僕が知る限りではね、そんな差はなかった。
あったのかもしれないけど、僕が見た限りでは、僕は出会ってなかったから、まあ、ほぼほぼ最初に近いんだろうなと思います。で、出来上がった竿がもう本当にプラグでもいけるように、全体のそのプラグをちゃんとうまく扱えるかどうかは、これはロッド全体のアクションの問題なんで、極端なファーストティップだと10メートルはいいけども、プラグとか他扱いにくいよねっていうのがあるので、ストレンジもエレクトロもどっちもなんだけど、ジグヘッド単体もかなり高精度に扱えて、プラグもやれるよという竿が出来上がったなるほど。という、これがね、ブラック三兄弟の、まあ、当時の裏話かな。本当、あれですね、そのレオンさんの昔からのそのいろいろな釣りの経験とか、思っていたこととかが、全部つながって、そこでなんか、一つ集大成みたいになってるんですね。そうね、だからその年代的に経験が長かったから、それがうまくそのソルトのルアルトに生かせたという、まあ非常にタイミング的にね、僕は恵まれてたと思うね、そういう意味だね。やっぱりで、釣り具ってそういう出会いでとかタイミングで生まれるっていうのがあるから面白いですね。すごく大事です、大事です。で、僕はブリーデンさんに入る前はかなりバス狂いしてた時期があるしね。古いファンの人のごく一部しか知らないよね、僕がずっとバスやってたっていうのは。そうなんですね。知らないと思うよ。ボートまで買ってね、もうエレキだけじゃなくて、船外機つけてね、山おお。口や広島県内のリザーバー行って、とにかくバスってほら、いろんなルアー使うじゃない。いろんなロケーションで。それがもう絶対的に覚えたかったのね。ああ、なるほど、なるほど。それらを、ルアーのいろんなことを叩き込むのに、僕が17から始めた、トラウトのルアーゲームでは、それができないのよ。わかるでしょ。すごくこう、使うものの幅が狭いよね。バスと比べちゃうとそうなりますよね。ところがバスと来たら、なんじゃこりゃっていうものがたくさんあったよね、ルアーの中に。で、それらの全てを使いこなせるようになりたかったので、どうだろう、10年近く結構本気でハマってたと思うよ、ね。で、それらを全てを小型化すれば、全然メバルもアジもいけるじゃんというふうに、もう必然的に自分の中で持っていった。で、それが後年の竿作りに全部生きてきてる。ブリーデン時代の最後の僕が手がけた竿で、P スペシャルっていうのがあります。8号ペスペ。P スペシャルでペスペペスペって皆さん呼んでました。8号ペスと93ペスペ。久兵衛これもは今な、愛用してます。持ってんの？持ってます。両方持ってますよ。わあ、すごいな、嬉しいな、ありがたいな。竿がなぜ出たかというと、その背景にメタル丸をその時期僕作ったのね。スピンテールジグだよね。メタル丸をとにかく遠投したい、100メーターでも投げたい。で、そうなるともうメバルだけじゃないのよね。いろんなもの釣れちゃうよねっていうんで。だから、バスフィッシングをやっていろんなルアーを覚えたからこそのその竿作りに活かせる部分だよね、そこもね。というふうにどんどんいっていく。で、時代はどんどん進んでいく。アジングも盛んになっていく。チヌのトップゲームとかチヌのボトムゲームなんかも出てくる。で、同時にその P ラインがすごく進化していったな、あの頃から。ああ、なるほど、なるほど。変わって、ちょうど変わってくる時期ですね。で、現34の矢部さんがエステルラインを持ち込んだよね、アジングに。そうすると、これ、エステルに合わせた竿っていうのが必要になるんだよね。で、ナイロンラインに合わせた竿、フロロラインに合わせた竿、P に合わせた竿。まあ、ベストを望めばそういうことも出てくるじゃない。
僕はね、あんまり細かいことで、その道具を分けるのが好きじゃないので、今の僕がこの20年で思うことがあるのは、やっぱりね、バーサタイル、しかもスーパーがつくバーサタイルロットの方が僕の好みなんだよね。まあ、今の僕が一番思ってるのは、そのラインがね、モノフィラであろうが、ブレーデッドラインであろうが、モノフィラでもね、ナイロンだろうが、フローだろうが、ステルであろうが、どれもある程度高レベルで使える層の究極の姿を僕は今のところイメージしてるから、こういうのが多いと思うね。ということでね、これ、あれだよ、キューベさん。はい。この話終わんねえぜ、これ。今日の一本じゃ。実は今日いただいた質問は、現在のロット作りについてもぜひ語っていただきたいってことだったんですけど、じゃあちょっとその現代版を、今最後お話ちょっといただきましたけど、後編にということで。だって今さ、インクスで手掛けてる竿、もうすでに販売してる竿と、今プロトで手掛けてる竿だけでも7機種ぐらいあるのよね。そうですね。それは何をイメージして、どういう目的で、どういうテイストの竿を作ろうとしてるのかは、今日ここまで喋ってたぐらいの時間はたっぷりかかっちゃうので、そうですね。今回前編後編に分けさせてください。はい。とりあえずでは前編、すごい面白い話ありがとうございました。いや。はい。視聴者の皆様もぜひ今回の動画の感想とか、あとレオン師匠にこういうの聞いてみたいみたいなことがあったら、ぜひコメント欄までお願いします。そして、この動画が面白かったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録も押していただけるとありがたいので、よろしくお願いします。じゃあ、レオン師匠、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、じゃあ後編をお楽しみに。